そしてここで代打柳田登場です。ファーストがつきましたね。あ、そうですね、今度は、ファーストの銀次がキャンパスに入りました。先ほど松田一塁ランナーの時はこのキャンバスから離れていた銀次ですけれども、この場面は一塁ベースについています。ランナーがスタートを切ってセカンドよく取った。あ、セカンドよく取りました。岩崎乗ってますか。いやー、乗ってますね。いや、すごかったですね。すごい当たりでしたね。今打球の速さは。この岩崎の表情を見ると、いや、もうびっくりって感じですね。打球の速さ分かりますね。で、一番中途半端なバウンドなんですよ、はい、だから余計なんですね。柳田代打で登場しましたけれども、まあ、今シーズン最後の打席、ヒットを放つことができませんでした、まあ、ただ首位打者とそれからトリプルスリー、はい、いや、すごいですよね、はい、